学校行ってきます。いってらっしゃい。次の配信は8時6分からです。試験マシンさん、ありがとうございます。トンネル出たら眩しいかな。いつも超眩しい。本当に鈴音さん、ありがとうございます。なの枠は40分間配信しますので、また見てください。それではひでにゃんさん、まさひとさん、ありがとう。またじゃない、そう、今みんなしないの？配信。はいよ。に来た、ありがとう。今日行くね、公園。スベッターさん、ありがとうございます。今日私公園出ないんですよ。あの加藤優さん、ありがとうございます。アリちゃんと立ち位置が被ってて、今日はアリちゃんの生誕祭なので私出れなかったんです。アリノスケ、出たかった気持ちもありますが、私はお仕事を頑張っていきます。アリノスケの365の台無しとか聞きたかったね。楽しみに、皆さん、アリちゃんを盛大にお祝いお願いします。お天気お姉さんじゃないよ。お天気はフライデーですからね。ねえ、生誕祭あんまり出れない。なんか確かに今日顎がシュッとしてる、いつもより気がする。なんでやん。ねえ、確かに。カープさん、ありがとうございます。あんまり眠くなさそう。ほんと？歩いたら眠気飛んだ。でもちょっと今からやばいかも。鋭いね、顎受ける。かわいい、ありがとう。
変わらず可愛い、ありがとう。スタジオメンバーの生誕祭は一回も出てない。でも私が出なかったらアリちゃんが出れるから、同じスタジオ面だからって思うんですけどね。私も応援はしてます。顎といえばソラハみたいなとこある。ソンさんありがとうございます。2週間10キロ痩せるエクササイズ、まだ2回しかしたことないし、1回目は30分間やったけど、その2回目やった時1セットしかしてない。でもなんかもうちょっと、もっとなんか痩せそうなやつとか入手したから。アリちゃんとミチが同じ子に出るのはレア、そうレアなんですよ。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位ダナナダムノさん、12位カープさん、11位坪井祐介さん、10位アキラさん、9位釣りよし244さん、釣り吉244さん、8位永遠のヒデポンさん、7位ルカさん、6位スズネさん、5位セニアさん、4位イタッピー、ひなちゃんズさん、ピオちゃん、3位コウジさん、2位カズ66さん、そして1位はルルルルルルルンジャン、トロ STU トロブさん、ありがとう、ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はルルルルルルルンジャン、サオさん、ありがとうございます。サオさんラッキーヒューマン。それでは次の配信は8時6分からです。あと約50分後くらいです。お知らせミスとかありがとう。それではまたお会いしましょう。ああ過ぎた過ぎた、やばいやばい、バイバーイ、またねー、ありがとう。